ラムゼイの定理とは、数学の組み合わせ論における次の二つの定理のことで、ある。以下、これを満たす最小の R を、RR と置く。有限、ラムゼイの定理は、無限、ラムゼイの定理から従う。その証明は、英語版を参照のこと。ハトのス原理から、S イコール1のとき、RR イコール R プラス1と取れる。つまり、ラムゼイの定理は、ハトのス原理の一般化と言える。 また、R2 イコール6は、6人いれば、互いに知り合いである3人組か、互いに知り合いでない3人組が存在するとして、有名である。単色の計算を含まない、敬語の二色歳へ S イコール2とするとき、次の結果が得られる。この結果が、ラムゼイの定理として研究されることも多い。R K、K1、K2、KR を2以上の整数とする。このとき、 次の性質を満たす RR が存在する NR ならば N 個の点からなる完全グラフの辺をどのように R 色に再色してもある愛に対して気個の点からなる色 I の完全グラフが存在する。ラムゼイの定理に類似した定理としてファンデルベルデンの定理など多くの種類の定理が知られている。最近になってこれらの一般化であるヘイルズ・ジュエットの定理が発見されこれにより 一連の類似した定理は一つの理論として確立した。上にもあるが、R2 イコール6は、6人いれば、互いに知り合いである3人組か、互いに知り合いでない3人組が存在するとして有名である。これを示す。なお、上の図より、R25 であり、5人いても互いに知り合いである3人組も、互いに知り合いでない3人組も存在しない場合がある。6つの点があり、 その中のどの二つの点も赤い線か青い線で結ばれているとする。赤一式の三角形か、青一式の三角形が存在することを示せばよい。六つの点のうち、どれでもよいので一つの点に着目し、その点を A とする。A からは五本の線が出ているので、そのうちの三本以上は同じ色の線であるはずである。A から赤い線が三本以上出ている場合を考える。 A と赤い線でつながっている点は3つ以上あるが、そのうちの3点を B、C、D とする。B と C が赤い線で結ばれている場合、三角形 A、B、C は、どの辺も赤い赤一式の三角形である。C と D、D と B が赤い線で結ばれている場合も、同様に赤一式の三角形が存在する。よって、B、C、 D の中のいずれか2点が赤い線で結ばれている場合は赤一式の三角形が存在する。そうでない場合、すなわち B、C、D のうちどの2点も青い線で結ばれている場合、三角形、BC、D はどの辺も青や青い一式の三角形である。よってこの場合も一式の三角形が存在する。A から青い線が3本以上出ている場合も同様である。 これとは別の方法で、一式の三角形が2個以上存在することを示す、こともできる。相違なる3つの点の組で、偏在の色と偏は維持の色が異なるものの個数を n とする。ただし、において、x と z の順番は区別しないものとする。y イコール a の時、そのような組の個数は、05イコール0、14イコール4、23イコール6のいずれかである。よって、 y イコール a のとき、そのような組の個数は、最大でも6である。y が他の点である場合も同様なので、n は66イコール36以下である。一方、一つの一色でない三角形は、そのような組を二つ含む。よって、一色でない三角形の個数は36にイコール18以下である。三角形は 6c3 イコール20個あるので、 一式の三角形は20の18イコール2個以上、ある。ラム税数の性質については、特に、R イコール、S イコール2とした時のラム税数 R イコール R2 について多くの結果が知られている。次の結果が知られている。ラム税数が確定している例を以下の表に示す。R3 の時に、ラム税数が確定しているのは、R3 イコール17が知られているに過ぎない。 1> 計1 6を単色の計算を含まないように3色で再色する方法はこの2通りしかないザントイステッ w カラーリングンザツイステッ i カラーリング r R3 イコール17から1から17までの整数をどのように3つの集合に分割してもそのうちの1つの集合で X,Y イコール Z が解を持つことが示される。これは変、XY を x, y の絶対値の属する類によって再識することにより得られる。このほか、次の評価が知られている。このように、ラム税数については、多くの性質が知られているものの、ラム税数が確定している場合は、非常に少なく、特定のパラメータに対してさえ、ラム税数を決定するのは、非常に難しい問題である。ありがとうございます。